皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の理科の一問一答になります。前に投稿した生物の一問一答からランダムに選んだ30問の問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。生物の一問一答、その後。第一問、草食動物の目は広い範囲を見渡すために顔のどこについていますか？答えは横です。第2問、植物が光合成をするときに作り出される養分は何ですか？答えはデンプンです。第3問、甲殻類を2種類答えましょう。答えはエビ、ガニ、ダンゴムシなどです。第4問、ナス科の植物を2つ答えましょう。答えはナス、トマト、ジャガイモなどです。第5問、メダカは1年のうちでいつ頃卵を産みますか？答えは春から夏です。第6問、人の5大栄養素のうち体を作る材料となる養分は何ですか？2つ答えましょう。答えはタンパク質、ミネラルです。第7問、雌しべの先端の部分のことを何と言いますか？答えは柱頭です。第8問、植物が光合成を行う部分を何と言いますか？答えは葉緑体です。第9問、オオムラサキが冬越しをする時の姿は何ですか？答えは幼虫です。第10問、植物が呼吸する時放出される2つの気体は何ですか？答えは二酸化炭素、水蒸気です。第11問、アジサイの花が咲くのは春、夏、秋、冬のうちいつですか？答えは夏です。第12問、メダカのメスの尻びれはどのような形に近いですか？答えは三角形です。第13問、イチョウの木の葉が黄色くなるのは春、夏、秋、冬のうちいつですか？答えは秋です。第14問、胎児は受精後約何週間で生まれますか？答えは約38週間です。第15問、魚類の体表は何で覆われていますか？答えは鱗です。第16問、バラ科の植物を2つ答えましょう。答えはバラ、イチゴ、リンゴなどです。第17問、カガヤシアグッピーは魚類ですが、体内で卵が孵化してから親と似た姿で生まれます。このような生まれ方を何と言いますか？答えは卵胎生です。第18問、腎臓で作られる尿の9割以上を占めるものは何ですか？答えは水分です。第19問、昼顔科の植物を2つ答えましょう。
答えは、朝顔、昼顔、さつまいもなどです。第20問、酸素と養分から活動するためのエネルギーを作る働きを何と言いますか？答えは、呼吸です。第21問、発芽した時の子葉の枚数が1枚の植物を何と言いますか？答えは、単子葉類です。第22問、犬わらびは何で仲間を増やしますか？答えは、胞子です。第23問、花の4要素のうち花の一番外側にあるものを何と言いますか？答えは、萼です。第24問、食物連鎖の観点から他の生物を食べて養分を得る生物を何と言いますか？答えは、消費者です。第25問、花びらがくっついている花のことを何と言いますか？答えは、抗弁花です。第26問、尿以外で毛細血管の血液から水分や不要物を取って作られるものは何ですか？答えは、汗です。第27問、セミが冬越しをする時の姿は何ですか？答えは、幼虫です。第28問、春になると日本に来て子育てをする鳥を何と言いますか？答えは、夏鳥です。第29問、心房は血液が返ってくる部屋ですか？それとも血液を送り出す部屋ですか？答えは、返ってくる部屋です。第30問、発芽するとき子葉が地中に残る植物を4つ答えましょう。答えは、エンドウ、トラマメ、フリ、アズキなどです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。